Namaste. Konnichiwa, minasan. 試合終わりまして、試合じゃない。朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円。終わりました。秒殺されました。コンディションは良かったけど、本当は勝ち気でいたんですけど、まあ、いい結果になってすごい残念です。でも、楽しかった。いいイベントだった。まあ、もう少し盛り上げたかったな。もう少しやりたかった。せっかく前に終わっちゃった。まあ、もうあの試合はそんなもん。まあ、やるかやられるか。30秒で倒して勝った試合もある。30秒で倒せることもあるものらしい試合できたんじゃないかな。勝ちたかった。バズってます。朝倉未来選手の頭に唾を吐いて、頭を叩いた。あれバズったみたいです。大成功模範。あれ、これ、そう、台本には書かれているものじゃないんです。あれは模範が考えたものです。模範は、やるにはしっかり仕事しますと、アベマ TV のプロデューサーにお願いして、ぜひこの仕事を手に入れたいとお願いして手に入れたので、あれはツーバーを吐いて頭を叩く。朝倉未来選手の頭を。大成功です。あれはないでしょ。謝ってください。嬉しかった。大成功。もうあの、家族いる人、まあ娘の学校で先生たちは娘にパパ頑張ってくださいね。とメッセージもらっているね、いろいろ。で、家族いる人が、そんなことできるわけないでしょ。許可もらわずに。ちゃんと許可をもらって、唾一滴も出ない。唾吐いたふり。空気だけ出ます。音出ます。マイクあるから。風だけです。で、頭を叩く。頭触るだけ、唾吐いたふりをして頭触るだけ。もちろん朝倉未来選手の選手側の許可ないとできないと言ったら、プロデューサーは許可出ました、ぜひぜひやります。大成功、やりました。すごくバズったみたいです。出演するにはもうあのしっかり仕事するです。もう楽しいこと大好きで、プロデューサーに何回もまあ心配されたね、モハンさん。笑顔は絶対ダメ。敬語ダメ。わかりました。ご安心ください。絶対笑顔出しません。何度も言われました。モハン、すぐ笑顔になっちゃうんだよね、モハン。いつもハッピー人、ハッピーな人。モハン、ハッピーになるのが好きみたいね、笑う。笑うの好きなのか、笑うの病気持ってるのかよくわかんないけど、笑っちゃいけないところで、笑いつぼに入って、笑いから抜け出せないのが、笑い依存症、まあ笑い病気と思ってます。だから怖いです。生きるのが怖いです。どこでも笑っちゃいけないと。日本に来たばっかりは職場で、まあ学校ではそういう問題ないけど、職場で叩かれたことあります。何度も困ったことあります。笑っちゃいけないところで笑ってしまう。いや、怖います。もう怖いです。生きるのが。皆さん分かってくれるといいですね。私たち、ストリートファイトで喧嘩した人、3人、あの2人、アベマ TV 見てる皆さんが、ね、私たちはしっかり仕事したから勘違いされたんでしょうけど、いい人たちです、あの2人。楽しかった、とにかく、あの、お祭り、やるだけやった。でも、モハンは勝つ気でいたね。絶対、モハンは勝つ。朝倉未来選手が今まで持ってない緊張が持つ。もはや今まで持ってる緊張が持たない。だから勝つ。やるだけいいトレーニングやりました。いきなりタックル来たら、まあ朝倉選手もリスクあるから、いきなりタックル来ることを考えてるだろう。絶対打撃で私と付き合わないだろう。でもタックルで倒される前に倒さないとという気持ちで、ちょっと緊張あったかもしれないね。自分の試合できたかできなかったかよくわかんないです。
一瞬で終わりました。私は絶対いっぱいストレートいる間に朝倉選手もびっくりするだろうという感じで、あのモアナフックで倒す、でかついろいろ考えてました。モアナフス非常にポジティブな人だから、妄想で生きてる人、もう試合決まった時点でもう楽しくて楽しくて仕方がない、もう勝った気持ちで、こういう人です。バカポジティブ、バカ親みたいな、親バカバカ、あ違う、ポジティブバカ、親バカ、うん、よく間違えるね、日本語難しい、それにバカ親バカ、非常に違うみたいに、非常に違うじゃなくて全く違う言葉になっちゃう、うん、日本語難しいです。モハンドはポジティブバカです。病気というぐらいポジティブと言ってもいいぐらいです。非常にポジティブ、何でもポジティブで考えて幸せになってます。バカポジティブ、ポジティブバカ。試合はちょっと予想外だった。モハンにとって朝倉選手が来たら、見えたら戦い始めていいって言われてたんですけど、モハンは作戦変えましたね。見つけたらもう飛んで、もう今まで何回もラーンワンって言ったらもう飛んで、膝蹴り行ったり前蹴り、飛び前蹴り行ったり、リンから落ちることもあったけど、それと同じように行こうと考えてたんですけど、万が一飛んで行って避けられてもう焦げたら、そこでマウント取られたら終わり、面白くない試合になる。いやモハンだけかわいそうじゃなくて、番組自体あの面白くない番組になるぞと思って、モハン飛んでいかなかったか行けなかったか構えちゃったね。まあ試合ってそんなもんで失敗し、あれモハンの場合はやるかやられるか。でちょっと早かったな、終わりが。ちょっと申し訳ない、もう私プロデューサーたちに、私盛り上げるからこの仕事私にくださいって言って、あれだけお願いして、買っていいですかって言ったら、もうこれ本当に買っていい試合ですかって、買っていいんでしょ、1000万、私勝たなかったら1000万円朝倉選手がもらうんですかって、違います、あもう朝倉選手以外の人たちが勝たなかったらこの1000万はこのままアベマ TV に残りますって言われて、じゃあ本当に買っていいですかって、いいんですよ、私心配したら向こうはいいんでしょ、これ私たちのお金じゃないから、アベマ TV のお金だから買っていいよって言ったから、私本当に勝ち気満々だったんですよ。いやまあ知ってましたね、朝倉選手は強いね、一塁の選手、もうディフェンスもう全部パーフェクトな選手というのを知ってます。でもモハンはそういう選手にはモハンのフック当てることできる人はモハンだけと思って、まあプロデューサーたちもそう思ったでしょ、アベマ TV のプロデューサーたちも、モハンなら何か起こすかもしれないっていうこと、ああいう結果になって、まあ、ちょっと申し訳ない気持ちですごいあったんです。私はもう盛り上げます、もう歴史に残る試合します、あのプロデューサーに、あのモハンはそのあのマサト選手と山本キッド選手のあの二人の試合みたいに歴史に残る試合しますと言ったんだよね。こういう結果になって、ちょっとプロデューサーたちも知ってたでしょうね、モハンの場合はこういう結果もあるだろうと。悔しいです、まあでも楽しかったです。もう試合終わったらもうモハンはもうハッピーです、勝っても負けても I'm happy。で皆さん、ね、たくさんの応援ありがとうございます。嬉しかったです、本当にこの企画、朝倉未来選手に勝ったら、ストリートファイターで勝ったら1000万円の企画に、このアベマ TV の仕事できて最高に嬉しかったです。皆さん本当にありがとうございました。よかったらこのモハンドラゴンチャンネルぜひ登録してください。よろしくお願いします。まあ、今後面白いことを
動画とか届けたらと思ってます。よろしくお願いします。おっす。